こんにちは、Pです。ペタロスラックアウェイクニング、今回の動画は水泳対決です。なぜ水泳なのかというと、私ね、アリーナコインで倍のガトリングが欲しくて今はね、17,700 まで溜まってるんですけど、何かで、ね、使っちゃった気がします。はい、でね、対戦してて、もちろんね、こういう、PVP みたいのはね、苦手なんだけど、はい、ね、私ね、トレジャーがいて、トレジャー、近接の、近接だよね、のショットガン、だから、すごくね、接近戦に強い。だから1対1には向いてるんじゃないかな。特にね、ヒーロースキルの断絶キックが一気にね、前を詰めて、はい、ダメージ与えて倒します。この一つ買ってからね、ちょっとだよ。もうね、強いわけじゃないから。はい、ちょっとね、試してみます。すごい武器がすごい強いね。はい、まずは、はい、トリガーこれ。はい、全部一緒。まあ一人目がありますよね。で、切り替えます。で少しね体力を。早く下げます。やっぱりね、皆さん上手だからね。はい、危ない、ちょっと危ない。この子もね、一気に詰めるスキル持ってるよね、ヒーロースキル。少しね、ここまで見て、ショットが、あ、違う、カレンじゃなかったね。スキルが溜まってきてますね。で、これを倒して、来る？よし、来る？はい、うまくねえ、メタルスラックで私やられちゃったね。はい、あ、ねえ、すごいでしょ。あの一つに行ってからね、あの断絶効くからのすごいんですよ。クラップにしてやるぜ、ポンキュー。少し回復したいね、体力も。気づかなかったかな。すごくね、もう狙ってるの。あと一回かな。じゃあ、ここで一気に断絶、はい、倒しました。断絶かくので、いいからの攻撃のラッシュっていうのはすごくね、弱い、はい、
だまだね弱っちいんですけどね。あの通販とかね、このこれ欲しい、ガトリングが欲しい。うん、どの子につけるんだろう。まあキャラの方はねなるべく入手したいんだけど、なかなか入手できないんだけど、はい、うん、レバーね、ちょっと入手した時は私女の子の方がいいなって思ったんだけど、いや、このトレバー強いね。はい、今になってね、ほんと取れてよかったって思います。はい、恋愛対決でした。はい、じゃあまたです。バイバーイ。